横浜 F マリノスは日本の神奈川県横浜市及び横須賀市大和市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ日産自動車サッカー部を前身として1992年に創設された J リーグ創設時からの加盟チームの一つで元々のチーム名は横浜マリノスだったが1999年に同じく 横浜を本拠地としたオリジナル10の横浜フリューゲルスを九州合併した際にフリューゲルスを表す F の文字を入れた。チーム名のマリノスはスペイン語で船乗り、水夫、海兵隊員などを意味する。J リーグ公式サイト及びテレビ中継では横浜 FM、スポーツ新興くじでは横浜 M と略される。なお、スポーツ新聞においては 日韓スポーツとスポーツ日本がマリノスとフリューゲルスの合併以降 F マリノスを横浜と表記している。チームカラーは青、白、赤の3色。この3色はもともと日産自動車のコーポレートカラーであった。各色の意味合いは青、冷静さと港町、横浜の海、赤、スポーツに触れ合う場を作り、皆が誇れるクラブを目指す。白、 皆に支えられ、息の長い活動を続ける、自立した、サッカークラブを目指す。ホームタウンは、神奈川県横浜市、横須賀市。横須賀市では1987年より、夏島町追浜地区にて、サッカースクールを開校している縁で2005年1月25日に、大和市は2006年より、市内にて、 サッカースクールを開校している園で2017年4月27日に、それぞれホームタウンへの追加が認められた。ホームスタジアムは、横浜市港北区の日産スタジアム。J リーグ発足当初より、横浜市神奈川区の日発三沢球技場を、使用していたが、2016年より、J リーグへの届け出場の本拠地を、日産スタジアムに一本化した。クラブマスコットは、 カモメをモチーフとしたマリノスくんとマリノスケである。マリノスケは月刊コロコロコミック史上で誕生。マリノスくんの老いという設定。マリノスケはホームゲーム以外に地域のイベントにも参加している。2008年に横浜 FM 飛行人のマスコットとしてワルノスが誕生し、ワルノスクイーンと共に行動している。2008年の開幕戦は トリコロールランドでダンスを披露。2008レジェンドオブ F マリノスのトレーディングカードにも登場、非売品のグッズのプレゼントや投票活動を行っている。2010年にチームより T シャツとコインパースが公式グッズとして発売。2012年3月31日、日本サッカー協会が文部科学省から独立し、翌4月1日、 横浜 FM の20周年記念に来日後、テレビカメラへの取材に応じた、元アルゼンチン代表 FW、ダビド・ビスコンティと共に、日本発祥の米歌、せんべいにちなんだグッズを紹介するなどのユニークな PR も行った。クラブ数が増加し、近年は、オリジナル10のチームの J に降格も相次ぐ中、海リーグへの降格経験が一度もないクラブである。 2021年現在、創設メンバーで一度も広角がないクラブは他に、鹿島アントラーズのみである。運営会社である、横浜マリノス株式会社は、もともとは、日産自動車の全額出資により設立、運営されていたが、横浜フリューゲルスとの経営統合時に、フリューゲルスの運営母体であった全日空スポーツを、合併しており、 全日空スポーツの親会社である全日本空輸が資本参加して日産 70%ANA30% の資本構成となった2002年2月1日付で ANA 出資分を日産が買い取り再び日産の完全子会社となったが2005年2月1日付で第三者割り当て増資を行い神奈川県に本社を置く7社から0.98%ずつの 出資を受けた。2014年7月、マンチェスターシティ FC を運営するシティフットボールグループが日産自動車とグローバルサッカーパートナーシップを締結。これに伴い日産自動車の保有株式のうち20%弱を取得し日産に次ぐ第2位の株主となった。なお実際のマネジメントは CFG の全額出資により設立された。 日本法人、シティフットボールジャパンとなり、2016年には、同社社長である、年重高尾が、チーム統括本部長に就任している。なお、日産自動車株式会社は2016年に、燃費試験の不正問題のため、経営難に陥っていた、三菱自動車工業株式会社を参加に収めて、再建を行うことになり、これに際して、 J リーグ、浦和レッドダイヤモンズとのクロスオーナーシップの規制を記載した J リーグ規約第25条に抵触するため、浦和レッズのスポンサーに関しては三菱事項、保有株式を三菱重工業株式会社と共同で立ち上げた持ち株会社ダイヤモンド FC パートナーズ株式会社。へ譲とした上で三菱事項の株式保有率を下げることにより、 このクロスオーナーシップの問題を解消させている。オズワルド・アルディレスが監督に就任。5年ぶりにファーストステージで優勝。セカンドステージ優勝の鹿島とのチャンピオンシップに敗れた。中村俊介が史上最年少で MVP を受賞。三浦敦弘、竜総哲らが移籍ファーストステージ途中にアルディレス監督が解任。セカンドステージから セバスティアン・ラザロニが監督に就任。ナビスコカップで初優勝。リーグ戦は、ファーストステージが15位、セカンドステージが10位、年間順位13位。東京部位から日本代表の中澤雄二、岩田から奥大輔清水のリ久サ、札幌からウィルなどを獲得。ファーストステージは2位、セカンドステージは6位、年間順位2位。セカンドステージ途中に、 成績不振を理由に、ラザロに監督を解任。監督に、岡田武志が就任。広島から日本代表の久保達彦、佐藤幸彦、ユサンチョル、マルキーニョスなどを獲得。ファーストステージおよびセカンドステージともに優勝。完全優勝で、年間王者を獲得。岡田大成2年目。清水から韓国代表 FW の安定感らを補強。 昨年度のセカンドステージに続きこの年のファーストステージでも優勝3ステージ連続優勝を達成。セカンドステージは6位サントリーチャンピオンシップでセカンドステージ優勝の浦和と対戦。ホームは1から0で勝利、アウェーは0から1で敗退、PK 戦で勝利し2年連続の年間王者となった。天皇杯は5回戦で、 JFL 草津に V ゴール負け。岡田大成3年目。AFC チャンピオンズリーグ2005は、グループステージで敗退。リーグ戦9位。岡田大成4年目。元名古屋の FW、マルケスを補強。開幕4連勝で首位に立ったが、第5節以降の15試合で2勝と低迷。8月に、岡田が監督を辞任。水沼隆志が、公認監督に就任。 前年と同じ9位で終了。港未来のマリーノスタウンへクラブ事務所などを移転。奥大介、久保達彦、ドゥトラなどのベテラン選手が対談。ユース、高校、大学からの若手選手が加入。監督に、早野博士が11年ぶりに就任し、前監督の水沼は、高知就任。FW の大島秀夫と、坂田大介。 トップ下の山瀬康二が2桁得点をマーク。大島は日本人最多得点、坂田はフェアプレー個人賞受賞、山瀬は日本代表にも選出。全面度を上回る7位でリーグ戦を終了したが、目標とした3位以内には届かなかった。天皇杯終了後に、監督の早野、コーチの水沼、高橋新一郎、武藤里志らが退任。 横浜 FC との横浜ダービーが開催され、横浜 FC ホームの第2節は0から1で敗れたが、横浜 FM ホームの第19節は、チーム新記録の1試合8得点を記録し、8から1で勝利。なお同試合の前夜に日産スタジアム付近で、ジャスト、ゲドという名称のサポーター団体が、横浜 FC サポーターを暴行するという事件を、起こし逮捕されている。 岩田元監督の桑原隆が監督就任。4月に3位につけたが、第9節の東京 V 戦から第19節の FC 東京戦まで10試合連続で勝利なしで、第16節時点で16位へ転落。7月に桑原が解任、後任に統制本部長の木村幸吉が就任。 第20節の G 大阪戦で勝利を挙げると、第22節の札幌戦の勝利で降格権を脱出した。年間順位は9位。天皇杯は準決勝で G 大阪に敗退。木村基地体制2年目。田中春美学が名古屋へ、犬井隆が C 大阪へ、大島秀夫が新潟へ移籍した。リーグ戦13得点を挙げた渡辺千葉や天野隆。 飯倉大輝などの抜擢、台頭、長谷川アーリアジャスールの成長、坂田大輔、加野健太らの副長など、上位の鹿島、川崎、清水、名古屋にホームゲームで勝利している一方、回の山形に逆転負けを喫し、この年、J2 に降格となった鹿シは、千葉に引き分けした。結局18チーム中10位に終わり、3年、契約だった木村は監督契約を解除。 元日本代表で、クラブオービーの木村和史が、監督就任。6年ぶり復帰の鳩康弘、エスパニョールから8年ぶりの復帰の中村俊介、藤田友人、バスティアニーニが入団。本シーズンは入場者数が、前年比17.6%の増加となった。リーグ戦は一時上位争いに加わったが、最終順位8位。最終節前に、 松田直樹や山瀬康二などと契約更新しないと発表。最終節の大宮戦に敗北した後、この決定に反発したサポーターの前で社長のガエツ、アキラが2011年シーズンで3位以内でなければ辞任すると発表。シーズン終了後、松田、山瀬のほか田中雄介、河合隆二、清水のリ坂田大輔、浦田のベナオ、 JFL 金沢に期限付き移籍していた、斉藤洋介がそれぞれ移籍、草津に期限付き移籍していた梅井大輝が対談、藤田友人が横浜 FC、斉藤学が愛媛 FC、田代新一が JFL、町田に1年間の期限付き移籍をし、シーズン途中に栃木に期限付き移籍した、水沼孝太が同クラブへの期限付き移籍期間を1年延長した。 木村は大成2年目。清水から青山直明、川崎からユース出身の谷口博之、柏から小林雄三、東京 V から昨シーズン FC 東京にレンタル移籍していた大国正さを獲得。昨シーズン山形にレンタル移籍していた金根館が復帰。4月30日付で安倍洋介が退団した。リーグ戦は前半戦を首位で折り返した。 後半戦も川崎に4-0で勝利するなどしたが、やがて優勝争いからも脱落。最終順位5位。天皇杯は準決勝で、京都に延長戦で敗退。12月30日、監督の木村和氏を解任。8月12日に、松田直樹が在籍時に使用していた背番号3を永久欠番にすると発表。J リーグ創設以来、 サポーターナンバーを除いて、初の永久決番となった。シーズン終了後、鳩安博が現役を引退、横浜 FC へ期限付き移籍中の藤田友人、秋元洋太、渡辺千馬、長谷川アーリアジャスール、橋戸、ひと武田英二郎、金子にがそれぞれ移籍、田代慎一が、町田への期限付き移籍期間を1年延長。樋口安志洋が監督に就任。 東京位から富澤聖太郎、福岡から六谷雄二と、中町康介、アトレチコミネイロから2003年に在籍していた、マルキーニョスを獲得、愛媛へ期限付き移籍していた、斉藤学部が復帰。シーズン開幕後の3月23日、かつて6シーズン在籍した、ドゥトラが、約6年ぶりに復帰。序盤は、チームワーストの開幕7戦未勝利であったが、 第8節から第22節まで15戦無敗の成績。シーズン中は、マルキーニョスと富澤聖太郎らのプレッシングにたけた遺跡組が、年間を通して活躍を見せ、秋口の連敗を経て、再度順位を上げて、雪年間最小敗戦、最小失点を含めた4位でシーズンを終えた。天皇杯は準決勝で柏に敗退。シーズン終了後、松本玲。 松本翔金井三つ大国正青山直明、森谷健太郎、小野雄二、谷口博之、加野健太、水沼幸太、金根菅がそれぞれ移籍し、千葉へ期限付き移籍していた、武田栄二郎が鳥取に期限付き移籍。日口大成二年目。佐川氏が FC から奈良は言うた。 千葉から藤田義文、SC 相模原からファビオを獲得し、町田へ期限付き移籍していた、田代真一、北九州へ期限付き移籍していた橋戸、ひと中国スーパーリーグ、甲州緑城へ期限付き移籍していた低投稿が、復帰。開幕から6連勝で、第1節から第7節まで首位をキープ。第15、16節で4位に順位を下げたが、 第21節で首位に浮上。第23節からは、第28節を除いて、第33節まで首位に立ったが、第33節、第34節と勝てば、優勝という残り2節を続けざまに落とし、残り2節を連勝した広島に優勝を奪われ、リーグ戦2位の成績。ナビスコ杯は準決勝で柏に敗退。天皇杯は決勝で、 広島に勝利。日産 FC 横浜マリノスの名称であった第72回大会以来の優勝。シーズン終了前にマルキーニョス、低投稿が退団。シーズン終了後に天野隆、田代真一、氷ロ雄介、金井光カユースケ、カ付き遺跡中の武田栄二郎がそれぞれ遺跡した。さらに中村俊介が MVP を史上最年長で、 受賞した、樋口大成3年目。新潟から三角雄大、大宮から下平拓名古屋から藤本純吾、清水から伊藤翔川崎から矢島拓郎を獲得。愛媛 FC へ期限付き移籍していた、松本翔が復帰。富士ジロックススーパーカップでは2013年シーズンの公式戦は3戦全勝していた広島に0の2で、敗れ。 初優勝を逃す。9年ぶりに出場した AFC チャンピオンズリーグ2014では、第5節まで全チーム勝ち点7にひしめく、大混戦、最終節で前年王者の公衆久し第に敗れ、決勝トーナメント進出を逃す。リーグ戦、マルキーニョス対談の穴を埋められず得点力不足に、陥り、W 杯中断中まで12と低迷。 得点力不足打破のため、群馬、G 大阪にも在籍したラフィーニャオ、K リーグ、ウルサン現代 FC から完全移籍で獲得。天皇杯3回戦では、J に北九州に延長戦を含めシュート30本を浴びせ圧倒しながら、延長後半アディショナルタイムに、私大勢に逆転ゴールを許し2から3で敗退。また4月から、 天皇杯優勝マークをつけた2014年度版の特別ユニフォームをサポーター向けに販売していたが、生産上の理由から発送は9月上旬となっており、サポーターが着用する機会がないまま大会を終えることとなった。8月23日に三沢で行われた神奈川ダービー川崎戦では横浜 FM ゴール裏で観戦していたサポーターが、 川崎の選手の前でバナナを振り回す、差別的行為を行う事件が起きた。クラブ側は、当該サポーターに対し、無期限入場禁止処分を下し、J リーグから、派遣席及び制裁金500万円の処分が、下された。最終順位7位。シーズン終了後、樋口が退任。小倉翔平、藤田義文、鳥取駅元付き移籍中の武田英二郎。 六端、有事、松本玲、松本翔がそれぞれ遺跡。フランス人のエリクモンバエルツが監督に就任。期限付き遺跡していた熊谷アンドリュー、ヒカユースケ、アが復帰。田口淳人が、ユースから昇格。中島健保氏、中川照人、サンパウロ FC からアデミューソンが、期限付き遺跡で新加入。4月4日に日立がシワサッカー場で、 J1 ファーストステージ第4節が行われ、柏レイソルと対戦し、勝利を収めた。柏と対戦し勝利したのは2008年10月25日以来、約6年半ぶり。5月27日に、山崎ナビスコカップグループ B 第6節が、日発三沢球技場で行われた。結果は川崎フロンターレに1から2で、敗戦、決勝トーナメント進出を逃した。 シーズンも7位で終えることになった。シーズン終了後、橋戸、人志、奈良はゆ太日ひ雄介天野隆シーズン途中に、新潟へ期限付き移籍していた、佐藤ゆ平ら、藤本淳吾、鈴木無代熊谷アンドリュー、アデミウソンがそれぞれ移籍した。モンバエルツ体制2年目。東京部位から前田直樹、千葉から金井三氏。 YSCC 横浜から高橋拓也が新加入。開幕後、ラフィーニアの登録を抹消し、代わりに、ブラジルフラメンゴから会計、ルーマニア FC、ボトシャニからキュラ総統代表のマルティノスが加入。2016シーズンは、J1 リーグは、年間順位10位。山崎ナビスコカップから名称が変わった、ルバンカップでは、 B グループ1位で準々決勝進出を果たすと、準々決勝では、大宮アルディージャと対戦、アウェー1から2、ホーム1から0と、アウェーゴール差で勝り、2013シーズン以来のベスト、4進出を果たした。準決勝ではガンバ大阪と対戦した、結果は、アウェー0から0、ホーム1から1と引き分けにも連れ込んだが、アウェーゴールの差で準決勝で敗退となった。 天皇杯では2回戦で、福島ユナイテッドに延長まで行かれたが2から0で、勝利して3回戦、進出。3回戦では、J リーグ創設期にしのぎを削り合った、東京ベルディと対戦。結果は4から0で圧勝試作期と同じく4回戦進出となった。4回戦ではアルビレックス新潟と対戦。後半 AT に、天野ノ順の直接フリーキックが決まり勝利した。 準々決勝では岩盤大阪と対戦、今季5度目の顔合わせとなった。準決勝では鹿島アントラーズに0から2で敗戦し、2016年のシーズンは終わった。シーズン後、中村俊介が岩田へ移籍、ラフィーニャ、小林雄三山口へ期限付き移籍していた、茶ャ志向が契約満了で退団。榎本哲也が裏ワ9年間在籍していた。 兵道信吾が札幌へ、ファビオと東京 V へ期限付き移籍していた、鈴木むくが、G 大阪へ、高橋拓也が北九州へ、それぞれ完全移籍。金沢に期限付き移籍していた熊谷アンドリューが千葉へ、和田正武が山口へ、田口純人が藤枝へそれぞれ期限付き移籍した。また、小林の契約満了に伴う対談、3年連続でフルタイム出場した。 中澤雄二やベテラン栗原雄三に対して、来季年報の大幅ダウン提ージ、モンバエルツの挙手などの報道を受けサポーターが反発。チームは、ホームページ上に、お詫びを掲載する異例の事態に追われた。また、中村の遺跡に関して遺跡までの経緯を、ホームページ上に掲載した。モンバエルツ体制3年目。新たに、CFG の情報網から選ばれ就任した。 アイザックドルが早くから補強に向けて動き、柏から山中亮介、新潟から松原健、名古屋から大木原隆博、京都から杉本大地、北九州から鈴木彩高、レッドスターから、セルビアリーグで20得点をゲげ MVP を獲得したウーゴビエイラ、名門バルセロナのカンテラで育ちイニエスタの後継者と呼ばれたマケドニア代表、ダビド・バブンスキー。 1860ミューン編から、オーストラリア代表のミロシュでゲネクが加入。ウーゴビエーラ獲得の際に、彼の市場価値からすると、格安の遺跡金を払った。以外、新加入選手はフリーでの遺跡となった。斉藤学が10番を自ら志願、モンバイルツからキャプテンに任命され、新生マリノスのリーダーとなった。4月27日にホームタウンを横浜市と横須賀市に、 加え、新たに、大和市も追加されたことが、J リーグ理事会から承認され、同時に、クラブ公式ホームページより発表された。ルバインカップは、予選 B グループに入り、第1節で、C 大阪戦、第2節神戸戦で2連敗した後、新潟、甲府、トスに3連勝し、5月31日に広島と対戦した。引き分けでも、 プレイオフに進出できる状況であったが、逆転負けを喫し敗退となった。中断期間中に、新井和照が名古屋へ、中島県勢が FC 岐阜へ、中川照人が福岡へ期限付き移籍した。中断期間に、新潟で行われた短期キャンプに、最後ダード、一平篠塚が、練習生として参加。良いパフォーマンスを発揮した篠塚が加入した。 ペルーのアンダー世代の代表キャプテンの経験のある日系ペルー人のアントニー・アオキが練習に参加した。天皇杯は2回戦で FC 大阪を3回戦でアスルクラロ・ヌマズを下し4回戦で広島と対戦した。広島に前半で2失点し敗退の危機にさらされたが後半にウーゴ・ビエラが2得点にし延長後半終了間際にウーゴ・ビエラが コーナー付近の角度のないところから、ハットトリックとなるゴールを決めて3対2で劇的に勝利した。準々決勝では、元マリノスの中村俊介が所属する岩田と対戦し、後半、ダビド・バブンスキのパスを受けた、遠藤啓太のクロスが、岩田のオーンゴールを誘い、1対0で勝利した。とどろきで行われた、準決勝では、柏と対戦した。前半に、 ハモン・ロペスのロングシュートで失点したが、後半に伊藤翔の得点により試合を振り出しに戻し、試合は延長戦にもつれ込んだ。一進一退の攻防が続いた後、延長後半終了直前に、松原健、遠藤慶太とつなぎ、最後は、ルーゴビエーラが、遠藤のパスを右足で決め、またしても延長戦を制し、決勝へ、C 大阪と対戦した。前半8分に、 伊藤翔が、先制点を決めるも、後半に、三村、延長前半に、水沼孝太にゴールを決められて敗北し、準優勝に終わった。11月2日に、モンバイルツの退任が発表された。シーズン後、キャプテンであった、斉藤学が川崎へ、攻撃の核であったマルティノスが浦和へ、パクジョンスが柏へ、前田直樹が松本へ、それぞれ完全移籍した。 また、期限付き移籍中であった、新井和照が名古屋へ、熊谷安土龍が千葉へ、中島県勢が岐阜へ、田口淳人が新潟へ完全移籍した。富樫高隆慎が FC 東京に期限付き移籍した。アンジェ・ポステコグルーが監督に就任。柏から大津勇希、FC ソウルからユニール6、鹿児島城西高校からイコマヒトシ、履正社高校から町の州都。 FC 東京から久保武房を期限付きで獲得。ユースから西山大賀、堀健太、山田光太が昇格。また、期限付き移籍していた中川照人と和田正武が復帰した。遠藤圭太の背番号が11番に変更された。キャプテンには7年以来3度目、中澤雄二が就任した。3月4日に、両年広志雲から、 オリビエブマルを獲得した。5月12日に行われた G 大阪戦において、イークラ大輝が J1 通算200試合出場を達成した。リーグ戦では爆発的な得点力を見せる一方で、守備の安定をかき残留争いに巻き込まれた。得点ではリーグ2位の56であったが、失点ではリーグアースト3位の56で最終成績は、 12勝5分17敗の勝ち点41の12位。2006年以来12年ぶりに負け越しとなった。ルヴァインカップでは2001年以来17年ぶりに2度目の決勝進出を果たしたが、湘南に0の1で敗れて、準優勝に終わった。天皇杯は4回戦で、仙台に2の3で敗れた。ポステコグルー体制2年目、中澤雄二が引退。 久保武房が、期限付き遺跡終了により、FC 東京へ復帰。伊藤翔が鹿島アントラーズへ、山中亮介が浦和レッズへ完全遺跡。ムアントンユナイテッド FC から、ティーラトンが、期限付き遺跡。徳島ボルティスから広瀬陸と、FC 琉球から僕一景、浦和レッズからリタダアキラが完全遺跡。川崎フロンターレから三好康史が、期限付き遺跡。 フルミネンセからマルコスジュニオールが完全移籍、バイーヤからエジガルジュニオが期限付き移籍で加入。7月27日に、エウロジャパンカップ2019にて、マンチェスターシティ FC と親善試合を行った。2019年夏の移籍市場では、天野ノ・が、ベルギー2部、スポルディング・ロケレネ期限付き移籍、三好康アが、 ベルギー一部アントワープ FC への期限付き遺跡に伴う契約終了。一平篠塚が大宮 RDJ、イークラ大輝がビッセル神戸へ完全遺跡した。一方で、ポゴニシチェチンから泉沢一市、ミトホーリーホックから伊藤薪人が完全遺跡で加入。イークラ大輝の遺跡に伴いサンフレッチェ広島から、中林王子を期限付き遺跡で獲得。また、名古屋グランパスから、 マテウスが、期限付き遺跡、エジカルジュニオの長期離脱のためパルメエラスからエリキを、期限付き遺跡で獲得した。ルヴァインカップは、グループリーグ敗退、天皇杯は4回戦で姿を消したが、リーグ戦は8月に3連敗を起死した後の11戦を、7連勝を含む10勝1分で乗り切り、15年ぶりの、リーグ優勝を達成した。2020年チームスローガン、 ブレイブチャレンジ有望家間ポステコグルー体制3年目。栗原雄三が現役引退。マテウスが名古屋へ復帰。広瀬陸斗が鹿島へ、利多田明、中川風紀が京都へ、杉本大地が岩田へ完全遺跡、泉沢ひ氏が甲府へ期限付き遺跡で対談した。一方で、c 大阪から水沼光太、浦和から、小内湯阿道、京都から仙洞 金沢から山本義道、徳島から梶川博史と、杉本隆二、山口から前高行が完全遺跡で加入。昨季広島から期限付き遺跡で加入していた、和田拓也、中田王子、路、2018年の夏からパルメイラスから、期限付き遺跡で加入していたチアゴ・マルチンス、ムアントン・ユナイテッドから期限付き遺跡となっていた、ティーラトンは、完全遺跡となった。 エジガルジュニオとエリキは、期限付き遺跡期間を延長し残留した。通算で5回目の出場となった、富士ジロックススーパーカップは、天皇杯王者の神戸と対戦。3度のビハインドを追いつく執念を見せ PK 戦に、突入。マルチンスとキャプテンの大木原は成功したが、3番手、以降は、エジガル、水沼、松原、和田、遠藤が、全員失敗し敗戦。 これで、横浜マリノス時代も合わせて、富士ゼロックススーパーカップは5連敗となってしまった。シーズン開始後には、スポルティングロケレンから天野ノが復帰、小池龍太が完全移籍加入したほか、アビスパ福岡からサネトウ雪が完全移籍加入、遠藤慶太が、ウニオンベルリンへ1年の期限付き移籍松本山宮美から、CS。 マリティモへ期限付き移籍していた前田王子狩りを期限満了と共に期限付き移籍で獲得。柏レーソルからジュニオールサントスが期限付き移籍加入。津久井匠海、上田啓太、寺門陸がユースからトップ昇格した。サガントスから高岡陽平を完全移籍で獲得した。リーグ戦では持ち味の攻撃力で昨年を上回る。 リーグ2位の総得点69を記録したものの、守備が安定せずリーグワースト4位の総失点59を喫した。優勝争いからは早々と脱落し、最終的に年間順位は9位に終わった。ルバンカップでは準決勝で柏に敗れた。新型コロナウイルスの影響で3月に中断し、11月中旬から再開された AFC チャンピオンズリーグ2020では、 グループリーグを4勝1敗1分の1位で、クラブ史上初の決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド16のスイバラサムスンブルーウィングス戦では、前半に先制するも後半に3失点して2から3、で敗戦。ベスト16で姿を消し、シーズン無冠に終わった。2021年チームスローガン、ブレイブチャレンジ有望化間ポステコグルー体制4年目。が 千頭がトスへ完全遺跡。期限付き遺跡をしていた、泉、山本、杉本、前、僕、エジガルが完全遺跡へ移行し、エリキ、ジュニオールサントスが、期限付き遺跡期間満了で、それぞれ対談した。一方で、大分から岩田としテル、EC バイアから、エウベル、EC。 ビトーリアからレオセアラが完全遺跡加入し、松本から期限付き遺跡で加入していた、前田おじかりが完全遺跡へ移行こうとなった。6月10日、監督のアンジェポステコグルーが退任。暫定公認は、松永秀樹。7月18日、ケビン・マスカットが監督に就任。天皇杯では2回戦で、ホンダ FC にジャイアントキリングを喰らい、PK 戦の末、敗れた。 ルバンカップでは4勝2分の1位でグループステージを突破するもプレイオフステージで北海道コンサドーレ札幌に敗れてしまった。J1 リーグでは第20節から2位をキープし一時は首位の川崎フロンターレに勝ち点1差まで迫るも及ばなかった。チーム総得点数は82とし J1 過去最多を更新した。 J1 リーグ J リーグカップ日発三沢球技場での F マリノスサポーターのコレオグラフィーホームスタジアムは横浜国際総合競技場。J リーグ発足当初より三沢公園球技場をホームスタジアムとして使用していたが1999年に横浜国際総合競技場が完成すると主催試合の大半をそちらに移している。以後、 両スタジアムを本拠地として併用する形としていたが、J リーグクラブライセンス制度の兼ね合いもあり、2016年より J リーグへの届け出場の本拠地を日産スタジアムに一本化している。ホームゲーム開催試合数、マリノスタウンにあったクラブハウス練習場は日産スタジアムと同じ新横浜公園内にある小机競技場を呼び新横浜公園球技場を使用する。 F マリノスになってからの練習場は、トツカトレーニングセンター、クラブオフィスは、神奈川区新小安にあったが、2005年に両社を、横浜市西区の港未来地区61街区に移転集約、マリノスタウンとして運用してきたが、2016年5月に、港未来地区の定期借地契約が満了となることを、受け、2015年12月末をもって、マリノスタウンにおける、 クラブの活動を終了することが発表され、本社も新横浜に移転した。2018年1月25日、クラブは練習場の新設、拡充方針を発表。JR 栗浜駅近くの公園に観客席やクラブハウスを備えた練習施設を新設。本拠地の日産スタジアムがある新横浜公園でも練習用グラウンドを整備する。一部は、 地元住民に解放し、地域への浸透を深める。計画では、横須賀市所有で、約2.2ヘクタールの規模である、栗浜みんなの公園とその周辺を再整備。コート2面とハーフコート1面に加え、1000席程度の観客席、トレーニングルームなどを備えたクラブハウスも新設する。この施設は、一部を周辺住民も使えるように貸し出し、 周辺商店街などとの賑わい活性化につなげていく。一方、新横浜公園では、現在は土のグラウンドとして活用している部分に、コートを2面整備する予定。横須賀市の植地勝脇市長は、同日の記者会見で、2022年を施設稼働の目標にしていきたいと表明。横浜市の林文子市長も、 チームの一層の強化につながることを願っているとコメント。古川光一郎社長は記者団の取材に相当資学は現時点で未定。できるだけ早く基本協定を結び具体化を進めたいと語った。2019年5月31日、横須賀市と栗浜一丁目公園整備に関する基本協定を締結。 JR 栗浜駅西側の3.6ヘクタールの敷地に天然芝のピッチ2面、人工芝のフットサルコート2面、ジム、管理棟、駐車場、芝風広場、周遊路などを備えるクラブハウスが整備される。横須賀市の総事業費は64億円で、クラブ側は年間1億7000万円の施設使用料を支払う。2020年から整備を開始し、 2022年1月に一部施設利用開始、2022年9月で全施設利用開始を予定。契約期間は20年間となる。横浜 F マリノスの育成組織は、トップチームを頂点としたピラミッド型となっており、第2種のユース、第3種のジュニアユースとジュニアユース追い浜、第4種の選抜クラスであるプライマリー、プライマリー追い浜がある。また、 日産自動車サッカー部時代の1985年に発足したサッカースクールは対象の年代は幼児から中学生で女子は小学生から中学生以上までとなっている2015年時点で3500人を超えるスクール生がいた2021年現在では次の10校で活動している1985年4月に 横浜の新小安にて日産サッカースクールが開校した。スクールを立ち上げたのは日産自動車サッカー部監督の鴨モアであった。鴨はドイツを何度も訪問して地域に密着したドイツサッカークラブの組織の姿に素晴らしさを感じており、これを日本でも展開しようとした。新小安のスクールの指導は 日産自動車 OB の下条義明、樋口康史らが担当した。スクールには予想を超える多く入校希望者が集まり、翌1986年には、早野博が担当した、追浜スクール。1987年には、坂木義一が担当した、サコンサンスクールが開校した。また、ジュニアユースは1985年、 ユースは1986年に立ち上がった。ユースとジュニアユースの立ち上げは、神奈川クラブにいた、長洋一がカモに話を持ちかけることで実現した。なお、サコンサンスクールは1990年に並行した。1993年に J リーグが開始すると、横浜マリノスサッカースクールへ名称を変更。マリノススクールの知名度は一気に上がり、 会員数も激増した。1997年には、マリノスジュニアユース出身の中村俊介が、トップチームに入団し、1年目から、主力選手となった。1999年に横浜マリノスが、横浜フリューゲルスと合併すると、フリューゲルスのスクールは、横浜 F マリノス姿サッカースクールとなった。フリューゲルスジュニアユースは、 監督の前田治村6名の指導者を引き継ぐ形で、横浜 F マリノス姿ジュニアユースとなった。姿スクールと、姿ジュニアユースの活動は2000年までで終了して、スクールは閉行となり、元フリューゲルスのスタッフは、横浜 F マリノスの他のスクールに移動したり、クラブ内の別の業務に就いたりした。ジュニアユースの監督だった、前田治は2000年までで、 横浜 F マリノスから離れた。フリューゲルスユースの選手は、合併時に横浜 F マリノスユースに移籍し、その中の坂田大輔や田中俊磨くは後にトップチームの主力選手となった。また、フリューゲルスが行っていた地元の小学校を巡回指導するサッカーキャラバン事業も横浜 F マリノスへ引き継がれた。2004年から2006年は、 プライマリーが全日本少年サッカー大会で3連覇した。2007年にマリノスタウンがオープンすると、新小安の横浜マリノスサッカースクールは、港未来港へ移転した。また、2004年から2014年にかけて、なず二股川港、山和港、港北港、リーフスタジアム港が開港した。2015年、マリノスタウン閉鎖に伴い、 港未来港は閉港となった。その後、2016年に中山テクニカル港、2017年に、俊介パーク港と小机港が、それぞれ開港した。俊介パーク港は、祖母横浜店屋上にある、中村俊介プロデュースフットサルコートで開催される。年表主な全国大会結果について記載する。横浜 F マリノスユースの戦績ジュニアユース追い浜の、 戦績プライマリーの戦績、決勝 VS1000R の神戸ジュニア1から2、プライマリー追い浜の戦績育成組織の決算は、次の通り。ホームタウンである横浜市、横須賀市を中心とした地域の学校や、スポーツセンターで、横浜 F マリノス専属コーチによる、サッカー教室を行っている。サッカー教室は大きく分けて、小学生以下の子供を対象とした。 ふれあいサッカー教室、サッカーキャラバンと成人を対象としたエンジョイフットボールに分かれる。2004年より障害者サッカープロジェクトフトゥーロが行われている。フトゥーロでは横浜ラポールで行われている体験育成プログラムと連携しながら横浜 F マリノスのコーチを中心に基本的な技術や個人チーム戦術のトレーニングを行い大会に参加している。 横浜市、横須賀市、山和市の商店街や大学、メインスポンサーである日産の工場関連のイベントに、ブースを出展している。また、公式チアリーディングチームである、トリコロールランサーズによる演技が披露されることもある。また、2012年時点で200を超える、地元商店街にチームフラッグやポスターの掲出を、している。マスコットキャラクター、マリノスケは、 大半のイベントに登場してくる。ホームタウン活動の一環として、関東学院大学、横浜国立大学、神奈川大学の3大学及び、日本工学院専門学校と提携し、サッカーチームのコーチ派遣や、地域コミュニティ活動、人材育成などの連携を実施している。関東社会人、サッカーリーグ所属の日本工学院サッカー部のトップチームは、 横浜 F マリノスとチーム名を共有しており、日本工学院 F マリノスと呼称している。応援の必須アイテムの一つとして、トリコロールの傘、通称、トリパラがあり、試合に勝つと、トリパラを、コーヒールンバをベースにした応援に合わせて回す。2004年頃から一部サポーター有志が特注で、制作し普及し始めたが、2006年に、 クラブがオフィシャルショップで販売を開始してからはゴール裏を中心に爆発的に広まり定着、下記の応援番組のタイトルともなっており、横浜 F マリノスサポーターの応援の代名詞となった。2007年、公式チアリーディングチームとしてトリコロールランサーズが結成された。詳細はランサーズの候を参照のこと。その後、 2008年6月28日からトリコロールマーメイズと名称を変更しリニューアルした。2008年6月にフランスのオリンピックリオンとサッカーの発展と強化及びスポーツ、教育、文化の各領域における共同と友好の促進を目的に業務提携を締結した。2014年1月カンボジアリーグに所属するトライアジアプノンペン FC と 提携を発表した。だが、トライアジアプノンペン FC の事業が、親会社のトライアジアグループから譲渡されたことにより、2014年12月31日を、もって、提携は解消された。横浜 F マリノスの決算は、次の通り。出店各年度の J1 クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、出店 各年度の J1 クラブ決算一覧。2011、2012、2013、2014、2015、出展。各年度の J1 クラブ決算一覧。2016出展。各年度の J1 クラブ決算一覧。2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014。 2015-2016金額の単位100万円横浜マリノスに関するカテゴリーありがとうございます。